江村敏夫は、日本の政治家。大阪府高槻市長を務めた。学校法人、上昇学園評議委員会議長。高槻市出身。節南高工科専門学院卒業後、大阪府庁に入庁。水道部三次件上水課長、水道部技術長水道技術管理者などを経て、定年退職。大阪府庁を退官後。 高月市女役に就任。1984年、高月市長選挙に立候補し初当選。1988年、高月市長選挙で2度目の当選。1992年、高月市長選挙で3度目の当選。1996年、高月市長選挙で4度目の当選。この頃より、妻の認知症の症状が顕著になったことから、 昼休みを利用して病院に通っており、1999年、任期途中で妻の介護を理由に、市長を辞任し、大きな話題となった。2002年、辻元清美の秘書給与流用事件による辞職に、伴って行われた、衆議院大阪府第10区の補欠選挙に、民主党から担がれて、立候補したが、当時引き続き妻の介護をしていたことから、 市長辞任時の説明と矛盾しているとの批判の声が上がり、辞典にも届かぬ惨敗に終わった。以後正解を離れ、妻の介護を続けていたが、妻は2006年3月28日に82歳で死去。介護についての講演活動などをしていた。2004年、朝日小受賞受賞。2019年10月24日、心不全のため死去。95歳没。 死没日をもって、生後位に除される。AB、不法、江村敏夫。産経ニュース。2019年10月25日閲覧。2000年7月4日、朝日新聞。毎朝2時間。つまり、全力。秋の塾に大阪府から147人。読売新聞2004年11月3日。大阪長官。 漢方第143号10ページ令和元年12月2日号。ありがとうございます。